ちは、SJ です。今回はニュース速報と後半で余談を少しお伝えします。信頼の情報筋まるまる様、お知らせありがとうございます。で、なんとインプレスウォッチの記事にびっくりすることが書かれているということで、早速その記事をもとに深掘りしていきます。で、右側にはこうウェブストアをスライドショーで流しておきますのでご覧ください。一緒に読んでいきましょう。それではインプレスウォッチより一部引用させていただきます。本題はオリエントが公式ストア開設、限定6モデルが登場となっているんですよ。ライターは太田良三さん。2022年10月25日付の記事ですね。すごい、オリエントついにやりましたね。エプソン販売は腕時計ブランドオリエントの公式ストアをオープンした。これを記念して限定モデルもラインナップ、10月27日に発売。オリエントは1950年の誕生以来、自社製ムーブメントと独創的デザイン、高品質で手頃な価格を特徴として製品をラインナップしてきた。1970年代からは海外進出も積極的に行い、現在までに世界60カ国で販売している。今回のオリエント公式オンラインストアは改めて日本のユーザーにオリエントの魅力を再発見してもらいたいという考えでオープンするもの。最新モデル、人気商品のほか、オンラインストア限定モデルを含む幅広いラインナップを用意と。また公式ストアで購入したユーザーにはメタルバンド調整サービス、ギフトサービス、メールマガジン配信などの特典を用意していると。公式オンラインストアのオープン記念として10月27日に発売されるストア限定モデルの第1弾はダイバーズデザインのマコを2モデル、クラシックデザインのバンビーノを3モデル、ヴィンテージを現代アレンジしたネオクラシックスポーツ1モデルで合計6モデルと、いずれも機械式。そしてオリエントマコストア限定モデル、ダイバーズデザインのオリエントマコストア限定モデルとしてターコイズブルーのモデル、マンダリンオレンジのモデルが加わると。価格は44,000円。自分身の形状やインデックスにアラビア数字が加わるなど細部もアレンジされていると。ケース径は 41.8mm、 これと同じですね。ですからで、ケースブレスレットはステンレススチール製、風防は、サファイアクリスタル、防水性能は日常生活強化防水20気圧、ムーブメントは機械式で自動巻き、パワーリザーブは40時間、耐磁性能を備えると。これと内容は一緒になりますね。続きましてバンビーノストア限定モデル、クラシックなデザインのバンビーノにはカラーが異なる3モデルがストア限定モデルとしてラインナップ。ケース径 38.4mm と腕なじみの良いコンパクトサイズも特徴と。ヴィンテージ感のあるカラーの RN〇〇でシルバーでモノトーンの RN〇〇は31,900円、そしてイエローゴールドカラーのメッキが施される RN〇〇は34,100円と少し高めとなっていますね。でこれ、私オリエントクラシックといつも言ってるんですけど、これも実はバンビーノだったということが判明しましたね。もうこのくくりややこしいですね。流れているスライドは全部マコとなっていますね。でカマスとかっていうのはあれは愛称なので、まあ、公式には全部マコと、2とか3とか4とかそういうのもなしになってますね。はい、まあややこしいので世代別に分けるということで、ね、ユーザーが便宜上や、言っているということですね。次行きましょう。ケースはこちらステンレススチール製ですね。風防はボックス型無機ガラス、防水性能は3気圧、ムーブメントは機械式、パワーリザーブは40時間、耐磁性能ありと。これ中身は同じですね。最後にネオクラシックスポーツ、これは1960年から70年代に販売されたオリエントのヴィンテージモデルのデザインを取り入れながら現代的なアレンジや防水性能を加えたのが特徴と。でケースサイズは 43.5、 結構大きめで、ケースブレスレットはステンレススチール製、風防は球面向きガラスと。
防水性能は20気圧防水となっていますね。すごい。ムーブメントは機械式で、パワーリザーブは40時間、耐磁性能ありと、まあ以上が記事の内容をかいつまんだものになります。いやー、オリエントさんやりましたね。でこれまでのオリエントはどちらかというと北米主導みたいなところがありましたよね、まあ、イメージとして。ですので、まあ、人気モデルのマコシリーズ、バンビーノシリーズ、もう両方ですね、これは逆輸入という形で日本に輸入をして販売するというのがメインでした。でその貿易会社の皆様の功績も大きいものがあると思いますので、ここで一旦リスペクトしておきたいと思います。でそして2022年、今年に入り急激な円安になった。でずっと円高で、例えばアメリカドルに対して1ドル105円台だったものがですよ、110円とかですね、22年の10月現在では150円付近と、まあ、約 1.5 倍ぐらいになっていますね。でそのためか、そうですね、輸入がしにくくなっている、そのような背景とか現場もあるのかなと想像しますね。でそんな中でオリエントは考えたのです。そうか、お客様の声もたくさんあるし、日本国内ですよ、オリエント USA に交渉して日本国内でも直営ストアを一刻も早く構築できないだろうかと。オリエント USA は巨大な力を持っている、一筋縄ではいかないぞ皆の衆と言ったかどうかはさておきまして、まあ、日本のユーザーにとってはやっぱり日本の会社が運営しているウェブストアだと安心感というのが違います。でちなみにこのウェブストアは、トランスコスモスという会社がエプソン販売から委託を受けて運営管理しているそうです。ですので、まあ、日本は IT とか DX がとてつもなく遅れていますので、もうとにかく私たちユーザーの選択肢が増えるのは、まあ、とっても良いことですね。まあ、また脱線しそうになりました。そう、サムネイルにもありますが、私も早速ポチりましたよ。何をポチったか知りたいですか？いや、10代のアイドルかと。私がポチったのですね、このウェブサイト限定というアラビア数字6912が施されたターコイズブルー文字盤のマコです。お値段なんと44,000円、高い。実はこの価格設定には秘密があるんです。もう少しだけお使いください。その秘密というのは、今この時代外国の時計屋さんからも普通に購入できますよね、まあ、クレジットカード等々 でそこがポイントで、なんとこのオリエントの公式サイトですね、ドル円換算でほとんど同じ価格になっています。例えばバンビーノは、日本サイトで 31,900円となっていますが、外国で注文しても、その換算ではほぼ同じ価格になっているんですよ、まあ、つまり何が言いたいかと言いますと、このオリエント公式の価格は少し高めと、お高めというですね、本音を言えばあと 10% ぐらい安くしてほしかった。でもしかするとクーポンなども出るのかもしれませんが、まあ、額面価格はやや高いかなと。しかしそれでもポチってしまった不器用な私です。ということでこれはやったーと、長くなってまいりましたので、そろそろおいとましたいと思います。で、リンクを貼っておきますので、皆さんもぜひウェブストア覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。明日も明後日もいつまでもお元気でいてください。